そう。ひしもち。あっちゃさん、ありがとう。ジェンナイさん、コンペイト、いっちゃん、コンペイト、クックさん、コンペイト。ありがとう。ひろっちさん、風船リラックもありがとう。こんばんは。ゆうたくん、お断り中です。こんばんは。前髪が切るのを忘れていた。ありがとうございます、皆さん見に来てくれて。ゆうたくん、ひしもち10個ありがとう。3時間寝てました。いいな、私昼寝を今日しようと思ったのに、昼寝するぞと思った夜になっちゃった。こんばんは。やっほー。今日はメイクがあまりできないんですよ、まつげパーマいったから。もう落ちやすくなっちゃうから、だから薄めです今日は。こんばんは。あと前髪をしてないからだと思います、雰囲気違うのは。普通にしたらなると思う、普通に。こんばんは。普通になると思います、こうやってこうやってこうやってした。ほら、一緒一緒。はい、一緒です。はい、一緒。こんばんは。そう、今日間違ってね、乳液の容器に化粧水入れちゃいました。お先家おひな様、飾らないです。あったけど飾らない。あ、そう、チリパ出ます。お便りお願いします。お早めに送っていただけるとありがたいです。こんばんは。やっほー。めっちゃまつげ上がりました、まつぷいったら。早くメイクしたいです、ちゃんと。え、わかる。シャンプーの詰め替えもこの前間違ってね、2個詰め替え、2個シャンプーだった、一時期、つい最近まで。でもシャンプーを買い直したんですよ、違う種類にしたから解決した、使い切って。お便りいつまでかはそれ言えないんですよね、なんかね。お便りいつまでかっていうのは、いつもなんで濁してるかっていうと、防犯上良くないからですね、収録の日がバレちゃうからですね、言えないんですよ。チリパーの時いつもそう、早めにっていうのはそういうことなんですよ。だから察して早めに送ってもらえたらありがたいです。すいません、申し訳ないけど、この日までとか言ったらもうこの日に撮るってバレちゃうからね。だからなるべく、まあ、今月とか 今月ぐらいまでとか送ってもらえたら、今日明日とか送ってもらえたらいいかなって感じです。みゆちゃん、鳥10個ありがとう。こんばんは。そう、どこの局の番組かとかもさ、分かってるやつだからね。なのでぜひ送ってください。生放送ではないっていうのだけ、いつも書いちゃうけど、そういうことですね。こんばんは。いやー、
皆さんニコ生も見てください。パセの配信より優先して全然大丈夫です。見てください。こんばんは。ちゃ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 。ショールームは生放送、アニマドしてくれてありがとうございます。ありがとう。9時まで待つか迷ったけどしちゃいました。トニーさん、ひしもち10個ありがとう。オンラインイベント追加申し込み始まった。え、そうなんですか。オンラインお話し会とかってこと、再販ってことですか、始まったんですか。何も知らない。え、いつも知らないうちに始まってる。え、本当始まったんですか。クロさんお疲れ、しんいちさんにダックもありがとう。え、始まってんの。え、知らなかった、今知りました。始まってるます。始まってます。え、そうなの。こうさん、リラクマありがとう。ももじさん、こいラクマ10個ありがとう。20個だった、ありがとう。そうなんですか、いつも知らない私、本当に全部ツイッターとかで知る。新一さん、コンペイトありがとう。へえ。わ、サインコンプリートしたい。ぜひ。今回から新しいやつ。3月のやつはもう頼めないのか。4月の分から再販ですか。はい。公式でツイートされてる。どうして私たちはファンの皆さんと一緒に知るのだろう。白猫さん、クイラクマと鳥ありがとう。まっちゃんです。お断り2個。ごめん、みんなお知らせできなかったです。申し訳ない。いつも申し訳ない。ごめんね。最終日のサイン会が復活している？なんだと？誰か支払い忘れたのか？もしや。もしやもしや。悲しい。へえ、だって枠が増えることはないじゃん。か。増えることがあるの。そうか。ベニちゃん、コリラックもありがとう。そっか。そうなのですね。じゃあシークレット、この前お話し会でシークレット申し込もうと思ったら間に合わなかったって方、今がチャンスだ。再販がチャンスですね。陣内さん、風船リラックもありがとう。ありがとうございます。しんいちさん、鳥ありがとう。こんばんは。では皆さん、悲しいのでキャンセルしないでください。悲しいので。こんばんは。いや、テロップ書いてない。テロップはテロップは星集めおいでにしよう。星、はい。コカジャーさん、リラックもありがとう。こんばんは。再販あったら追加してみる。なんと再販が始まっているそうですよ。今がその再販があったらの、あったらだよ。ナウナウナウンセールだよ。久しぶりに来れた。こんばんは、ありがとう、見に来てくれてありがとうございます。
今日はもう予定を済ませることに必死だったら夜になっちゃった。今日はねまつげパーマに行ったよ。その後に買い物に行ったよ。その後に領収書まとめをしたよ。数字をずっと見たから目がね、マツパは1時間ぐらいかな。1時間ぐらいかかりますかね。結構長い。しかもそこまで行くのが長い。歩いていくから。家計簿をつけてない。つけてないよ。だってつけても使うもんね。こんばんは。そう、みんなもちゃんと申告するんだよ。ちゃんとやるんだよ。そうなんです。もう今日は領収書とにらめっこしてもヘロヘロになっちゃった。そう、元気ないでしょ。これ違うんですよ。今日は人間と喋ってないからなんですよ。あのレジとかもさ、最近セルフじゃん。だからあんまり袋いりますかとかの会話もなくなったしさ、本当にマツパの店員さんとスーパーとドラッグストアの店員さんとしか喋ってないから声の喉が開いておりません。開いておりませんので、クロさん風船リラックマありがとう。ほいほい。林藤代さんリラックマありがとう。みんなと会話してだんだん多分終わる頃には元気になってると思います。いつも通りもうヘロヘロでございます。みんなの方がヘロヘロだよね絶対。お仕事とかで大変だ。会計士大丈夫です。またお金取られるんでしょ。自力でやります。大丈夫。こんばんは。そう、最初の1時間ウォーミングアップみたいなもんですね。まったり話します。近くにあったクリーニング屋がなくなってしまい困っています。それは困りますね。じゃあクリーニング屋の近くに引っ越しましょう。コンペイトージロ君コンペイトージュクありがとう。そう、喉を開き、喉開いてくよ徐々にね。あとは今日はもう寝るだけだよ。喋って寝てまた明日起きて2月の最終日を生きていきましょう。やばくない？2月もう終わっちゃうんですよ。わあ。新一さんコンペットありがとう。ね、2月あるの焦るね。なんか絶対やり残してる。やり残したことが多すぎて絶対思い出せないぐらいある。さんちゃんだよリラックマ10個ありがとう。コイラックマもありがとう。ありがとう。ねえ早くない？6分の1終わったんですか。そっか、そうだね。うん、そっか、2612か。20日市のペーペー使いました。昨日宮島で使った。 25% 返ってきた。美味しかった。美味しいものが 25% 返ってきた。カロリーも返却したい。
ペイペイさ 25% 還元してくれたお礼にカロリーも 50% ぐらい全然還元していいのになと思いながら食べました。美味しかった。ガンス食べたんだ。ガンス。でも今日リンコのツイート見てラーメン食べたくなっちゃったんですよね。私は週3ラーメンだった今週。ソラハさん、リンコサーヤン、お母さんの3回3本仕立て。来週もまた見てください。サザエさんだった今週は。先週か。確かに今月肉の日がないんだね。本当だね。だから2月9日があるんだよ。先にね、もうあったんだよ。なんと黒さん、青い鳥ありがとう。明日は、え、そうなの？明日6周年とかの当落なの？それはみんなの心臓が大変だね。鼻だれもだよね。鼻だれはあれだね、声出し一発目の鼻だれだから倍率がわからないね。当たるかなみんな。ミテュさん生誕ハチペイ、何それ、初めて聞いた。ハチペイ、いろんなペイがあるんだね。広島はコイペイだよ。佐竹さんが CM してるの。コイペイ、コイペイ、ハチペイ、ハチ公のハチ。武藤トムさんの卒婚、え、明日なんですか。また感想を聞かせてくださいいってらっしゃい、楽しんできて。いろんなペイがある。もう分かんないペイだよ、もうありすぎて。ペイペイ、楽天ペイ、au ペイ、ファミペイ、ハチ公、ハチ公ペイ、なんだっけ、ハチペイ、コイペイ、ラインペイ。おお、みんなペイじゃん。みんなペイなの？すごい世の中だ。一平、うん、焼きそば。ほう、神奈川ペイ？カナペイとかじゃなくて神奈川ペイなの？神奈川ペイ。パセペイ。神戸もあるの？そう、チリパオキさんとなんですよ。楽しみ。ドキドキ。送ってください。ポキオとパセリに送ってください。ポキパセです。ちなみにチリパのお便りはコンチリでお願いします。ヤッホー。こんちりだよ、こんちり。佐竹さん、おきちゃん、おきちゃんはおきぽ、パセリ、こんちりって送るんだよ、ちゃんとね。川谷さん、コンペイトありがとう。ポキパセ、アイスカート 25% 還元。うん、カロリーだけ還元するね。カロリーはみんなに還元する。うん私いっぱい食べてさ、カロリーだけもらってくれない？友達でやれるなら風地方、風地方だね。確かにぴったりかもしれないね、私たちに。今日は会ってません。早く帰っておいで、ソルハちゃん。早く広島の女になって、都会の女から早く戻っておいで。待ってるのに。そう、私が取れてみんなが太るっていうシステムにしたいです。クロさん、リスありがとう。かわいいリスちゃん、ありがとう。地雷のような提言コメント、まさかパセリ推しになりますのことを言っているの。
ハリーポッターメガネのひげおじさん、リドクもありがとう。ありがとうございます。こんばんは。あっちゃさんお断りです。出直してくださいさあっちゃさんリラックマありがとう。パセリ押しになってね。こんばんは。やっほー。しんいちさん、クリラックマありがとう。出直しても一生断りだよ。ごめんだけど一生ね。こちとらあの昨日の配信終わりにあの決まってしまいました。結婚相手が。すみません、昨日の配信終わりに決まっちゃったんですよ。91歳で結婚することが決まって、婚約中でして、こちとらこちとらなので。お、星集めに来てくれたの、ありがとう。昨日夢で、え、今日夢でパチャに求婚されましたチューリップの方の求婚、花カッパーかな。そう、あー、沖さんとも婚約してたで、沖さんは3年後まで私が好きだったらっていうやつだったから、まあそうですねそうですね、私そうですね、この中に。じゃあみんな貯金しといてね、アイスのお金貯金しといてくださいね。こんばんは。そうだった、私婚約中だったあ、まあでも向こうも忘れてるでしょうきっと、うん、そうだ忘れてるよ。そうですね、ご祝儀はアイスでお願いします。91歳だから、あと65年後、66年後かな、65年後か、65年後お待ちしております。やばい、知覚過敏かもね、91歳のパセリは。さすがにさすがにね。そうだった、え、そうだった、 STFM 今さ、まだ横浜夜公演だよね、更新は。早く沖縄見たいな。なんか3月からアイス値上がりするってマジ本当ですか？3月からアイスが値上がりするって今日ドン・キホーテに書いてあったドン・キホーテで見た。ドンキ行ったんです、したらアイスコーナー行ったんです、値上がりしますみたいなポスターが貼ってあった。マジ3月から他のものも値上がりするの？何が値上がりするんですか？え、これ以上私のお財布から取らないでくださいよ。そんな、卵も高くなるの？そう、明日中にいっぱい買いだめとかなきゃだよ、みんなアイス食べきっちゃうから私は買わなかった。お疲れ様、こんばんは。前髪が伸びてきたパちゃんだよ。お、ミスドアイス買いました。あ、よかったよかったね。見つかりましたか？どこで買えたの？昨日見つからないって言ってたよね。あったのか、よかったよかった、めでたしめでたし。
カジノフォンテンさん、リラクマ、コイラクマ、ありがとう。カピバラミキヤさん、コンペイトー、ありがとう。へえ、なんで値上がりしちゃうんですか？値上がりしたお金はみんな巡り巡って値上がりした分返ってきたりはしないんですか？こっちに給料とか、皆さんの会社の給料は値上がりしないの？じゃあ一生引かれるばかり？それは悲しいね。あ、電気代の値上げは回避したの？それは朗報だ。朗報だけども、もう4月は暖房もいらないかもね。ティッシュ。チャンレナ、鳥ありがとう、5匹ピュピュ。ローソンにやった。おー、よかった。ジャイアントコーンも買った。よかった。それは大事。そっちがメインみたいなとこある。どこに消えているんですか？メタボさん、ラブレターありがとう。コカジアさん、コンペイトありがとう。みんな値上げは悲しいね。あ、確かに買えますよ、値上げしても。いや、でもね、アイス、何、評価、給料の査定の面談があるんですか？恐ろしい。おお、普通でした。ちょっとは上がった。確かにライブは値上げしたら悲しい。白猫さん、リラクマ、コイラクマ、ありがとう。100均で生きてこう。そうだね、100均。いや、でも100均になれたら100均でも高く感じる時あるよね。わかるよ、わかる。リハクさん、リラクマ、ありがとう。ほう、宿泊費用。そうか、皆さんは交通費も宿泊費も。わー、もうダメだ。薄皮パン、薄皮パン4個なんですか？それは大変だ。じゃあ大事に大事に一口ずつ食べなね。薄皮パンもともと何個ですか？あれ6個。クロさん、いちごありがとう。アイコがフラフープする。みんなアイコがフラフープするってニコ生見てください。フラフープフェチの方、アイコがフラフープするって。業務スーパー、業務スーパーはね、あのね、ちゃんと普段スーパーに行ってないと損すると思います。ちゃんと見極めないといけない。これは本当にあのお得なのかって。意外とあの安いものもあれば、普通にスーパーとかで氷で買った方が食べきれてお得とか、そういうのもあるから注意。注意だよ。給料が2万上がったけど裏がありそうで怖いわ。それは怖いね、恐ろしいね。そんな上がるの急に、恐ろしい。なんか弱みでも握ってる会社の。え、口止め料とかじゃなくて？コストコ一回だけ行きました。美穂が連れてってくれました。なんかね、長崎にコストコないんですよ。だから会員じゃなくて、私広島はあるんだけどさ、車とかないから持って帰ったりも大変だし。パセはフラフープできないんですよね、昔から。あの保育園生の頃からフラフープはちょっとできないんですよ。ね、ちょっとね。
苦手ですね。こんばんは、あっちゃさん、ラブレターありがとう。出張、遠征が難しくなりそう。それはもうこっちが遠征するしかないのではないでしょうか。ね、いっぱい講演したいですね。18切符？え、使ってみたい。え、安くなるんですか？お得なの？え、3月からなんですか？それは使わなきゃ損だね。ねえねえ、まつげのさ、まつげ上がってんのにマスカラ塗れないから目が薄くてちょっともう嫌だな、顔が嫌だなの気持ち。気持ち、前髪巻いてみようかな、どう思う？ちょっとアイロン持ってくる、ちょっと待ってて。よいしょ、巻いてみようかな。今日はねストレートにしました。ほうほうほう、黒い服だからちょっと若干白飛びもあるんですよね。私黒い服好きだけどさ、今ってオンラインじゃないですか、配信もお話し会とかも。だから黒い服をさあんまり普段着なくなっちゃった。これはめちゃくちゃいいんです。これはねヒートテックが丸見えなところ以外はとてもいいんです。めちゃめちゃ丸見え、こんなにこんな汚いはみ出し方をしてるけど、これは丈が短くてとても良いですね。黒い服そう汚れないからいいんですよね。私すぐ汚すんですよ、すぐ汚しちゃって。前髪巻いてみた、あ巻きすぎたかも、これはちょっとさすがにちょっと温度下げます。これは巻きすぎたな、ちょっと伸ばす。はい、巻いた。はい、巻きましたよ。巻いたらどうにかなりますね、切らなくても。でもパッツンが好きなんよ。でも伸ばしたい気持ちもあるんですよ。悩む。巻きました、巻いたらすっきりなりました。耳かけない方がいいかな、どうですか、かけない方がいい、下ろしとく。前髪が ST 入ってから長かったのは去年の夏のフェスの時とかの黒フェスの時かな、長かった、長かったか、巻いてたか。で巻いたらさ普通にこうやって見たら短く見えるじゃないですか、巻いたら横から見たらこうなってるけど、こうやってこういう形だけど、かけた方がいい、じゃあかけるか。よいしょ、もう分からん正解が、前髪とかって日によってもう変わって難しい。はい、 OK できました。
ヤッホイさん、ありがとう。ベレッタさん、コンペイト、山猫坊主さん、リラクマ、タカちゃん、いちごバスケット、スケモンさん、バラ、ありがとう。さつ結び、さつ結びが好きなの。編み込み、耳赤い、嘘、赤い、赤いですか。久々来た、あ、お久しぶりです、こんばんは。ほうほうほう、イエイイエイ。前髪、みんなの前髪はどんな前髪ですか。参考にしたい。こだわり、髪のこだわり、美容院とか行って、なんていうの、とりあえず短くとか言うかな。こだわり、前髪を、そんな、もう絶対この形じゃなきゃダメっていうのはないけど、40年近く変えてない、すごっ。バリカセルフ、あ、え、今週木曜の朝一に、え、ミヒラーな、ミヒーさんですか。ミヒーさん出るの、すごっ。ミヒーさん、ツイッターツイッターで出てく、よくた、あのタイムラインで流れてくる。ミヒーさん北海道だっけ、ん、どこだったっけ、北海道。クロさん、タコありがとう。1200円、え、私の小学生とか中学生の時より高いよ。私の中学生の時の髪切り屋さんの値段は690円だよ。あ、ニコ生終わったの、え、終わっちゃったの、決まったんですか場所。どうしたいか、フルフープをしたの。690円の世界だよ、こっちとら。そうだよ、やっぱ私パッツンが似合うかもしれん、もしかすると。え、子供料金じゃなくてそういう安い店があるんですよ。あ、貴族タイムなんですか、あら、けん玉中。え、けん玉私できるよ、けん玉。今から行ってもいいか。山崎さん、お疲れ、ロックありがとう。イノキングさん、リラクマありがとう。コイラクマもありがとう。もしかめできるよ。学童保育でね、やらなきゃだったんですよ、6年間なんか学童保育、長崎県内の学童保育とかがなんか全部けん玉やる、なんかそういうけん玉協会みたいなやつで、そうやらなきゃだったんですよ。放課後けん玉の時間があったんですよね、毎日。のまのまいえの歌でずっと申し込みしてました。のまのまのまいえって言ってたよ。けん玉、だからお家にもね、あったの、買わなきゃだったんです。学童保育に入ったらまずけん玉を購入みたいな、そういうねシステムというかあったんですよ、自腹でね。そう、みんな赤いけん玉とか、まあそれも十数年前の話ですから、もう今ちょっと、今ちょっと多分できないと思うけど、けん玉をね、その学校の、学校全体の文化祭ではないけど、なんか祭りみたいなやつでも、なんかね、そのダンスの
習い事のダンスの教室とかが披露した後に学童保育のステージがあって、みんなでけん玉をするみたいな、そういう時間もありました。踊ってここのサビが来たらみんなこうやって首からけん玉を取ってこうやってもしかめをしだすっていう、すごいシュールな発表会もありました。けん玉、そうね、膝大事ですね。膝を曲げないといけん。あ、目がずっと、もう数字のにらめっこはもう勘弁だ。目がもうシパシパになっちゃう。そう、発表会があったんですよ。そうなんです。前髪巻かん方が良かったかいな。何がベストですか？始まった、また、また始まったよ。みんなパセリの前髪チェックタイムが、これでいいか、今日はこれでいこう、そうしましょう。やっぱ髪で印象変わるかもしれない。剣玉でも6年間本当に毎日やってたけど、6年どころじゃないからね、けん玉をしなくなってからが。けん玉をしなくなってからの方の年数がもう長くなってしまいました。2倍以上あるよ絶対に。15年前とかじゃない、だからもうけん玉6年間の2倍はもうやってないから、そんな人に教えれるような腕はないです。浦部さんありがとう、こんばんは。縄跳びは虹跳びできるよ、できます。縄跳びだったらできそう。縄跳びね、やりたい久々に。大縄跳び、大縄跳び最近したのはこの前のPR 舞台のツアーでやりました。PR 舞台のツアーのワンツースリーフォーよろしくでやりました、オーナーと。安部さんお疲れ、ありがとう。お疲れ、毎日生活してんの？はあ、ガチの？リアル？リアルもやし？リスもありがとう。そのリスで、リスの分で米を食べてください。米、大縄跳びしましたよ。大縄跳びの振りがあるんですよ、ジャンプするやつ。クロさんアイスありがとう。シャーショウサさんクイラックマじゃなくて黄色い鳥ありがとう、こんばんは。こんばんは。神さんどこにいるの？クックさんコンペーターありがとう。ありがとうございます。ああなんか本当今日は声がなよなよで良くない。昨日の私はどこに行ってしまったの？あんなにはしゃいでいた私はどこへ？ルービックキューブ？ねえ、今日のニコ生あれなの？ ST チャンネルはなんかそういう小道具系なんですか？もやし、もやし値上がりするみたいなのこの前あれで見たよ。
マツコ有吉のかりそめ天国、もやし工場に潜入してて見たよ。もやし、もやしを作るのめっちゃ大変そうだった。すごかった。賞金かけてんの？はい、そうなんですか。アイス1年分、アイス1年分とかですか。それな、もやしってお得だよね。なんかさ、もやしって種類によってさ、メーカーによってちょっと違うじゃん。あ、ご褒美ロケの資金、はぁ、行きたかった。私も行きたかったです。プレゼン頑張ったけど、あと一歩でパセリの企画だったのに悔しいです。え、あれ、ファン投票、ファン投票でパセだったっけ。くじ引きでみなみさんだった。どういうあれだったっけ。あれ何月だった。10月11月ぐらい、秋ぐらいでしたっけ。もやし、こんばんは。あ、広島のもやしあるよね。あるね、細いやつね。30センチ、え、30センチのもやしですか。はい、8月にあったの。最後の場所決めはガチャガチャ。いいな。ルービックキューブできない言えもしなかった。ルービックキューブ無理。ルービックキューブ難しくないですか。もう分かんない、本当分かんない。言えないし、言えないからできるわけもないよ。言えてない。滑舌も終わってるわ。ルービックキューブ、私本当にね、本当に日常会話でも最近どころじゃないんですけど、本当におかしいんですよ、滑舌が。だからこう人とメンバーとかと喋っとって、あ、これ言えなさそうな滑舌のやつが今から口から出ようとしてると思ったら一旦言うのやめる。あ、この単語絶対言えんわと思ったら絶対噛むから、あのさーみたいな、みたいな、なんか前につけて言う。無理だよ、ルービックキューブですか、それとも努力ですか。努力なんですか。私多分ベロの筋力弱いんですよ多分筋肉弱なんですよ。で、一回あのセルアミの時期に、その舞台の時期に毎日稽古で声を張ってた時はだんだん改善されたんです、その時、一時期。でもそれが終わったら元に戻っちゃいました。元に戻るどころか悪化してしまって、ベロさ、なんかベロの定位置ってあるじゃん、上のなんていうの、上顎、あの口の天井にこうつけとくのがベロの定位置らしいんですけど、しんどいもん筋力なくて。そう、それのたびにマイキューさんのやつ思い出す。マイキューさんのさ、ベロを鍛えてるやつ思い出す。だから私もマイキューさんの言ってる歯医者さんに行ったら多分筋肉がムキムキになると思う。ベロのスパルタじゃない？結構
だって喋ってる時無理じゃないですか、つけとくの。したらもうそのまま喋ってない間も下ろしといちゃう、楽しようとしちゃう、ベロが。ダメだよね。寝てる時に口の中噛んで起きる。そんなことあるの？でも私もあれです、あのめっちゃ食べ過ぎた日とか、めっちゃ体重増えてるって時あるじゃん、あの体感で、あ今絶対もうやばいわって時はめっちゃ口内炎ができる、噛んじゃって、この口の内側が太ります。私ここのさ歯の侵入してきて、不法侵入してきて噛んじゃう、わかる？だからそれで、あ太ったなと思います。それが合図。寝てて舌噛む時ある。それはもうペコちゃんしてるんじゃない、寝てる間にイエイベロ出てるんじゃない。口の中太りますよね。分かってくれますか。そう、結構がっつり噛んじゃう。みんななるのあれって。そうなの、安心しました。私の太った合図はそれか、それとあと笑う時にほっぺが重たい時とかに、あ太ったなって。仰向けで寝ると噛む。あ、私横向きだからかな。私ね横向きじゃないと落ち着かないんです。でも今日松葉行ったのね。で松葉ってずっと目つぶっとかんといけんのよ、このまつげをこうやってずっとやってるから。で、あのまつげこうやってここに肩みたいなの置いて、まつげをビロロロロンってなんか塗ってやられてるんですけど、こう寝ちゃうじゃないですか。そんなで放置されるんよ、一時期というか一旦。じゃあしばらく時間置きますねって言ってどっか行くんですよ、そのここにさっきまでいたはずの店員さんが。でいなくなっちゃうから、それで今日も多分20分ぐらい寝てて、気づいたらめっちゃねよく眠れたんです。でもさ、ああいう松葉とかのやつってあの歯医者さんみたいな感じで斜めってるじゃん、こう平行、床と平行のこのこうじゃなくてさ、こう分かりますか、床がこうだったらこうじゃん、だから寝れるんかなと思った。こうだったらなんか苦しく感じる。分からん、分かってくれませんか誰か。なんか呼吸が難しいから横で寝ちゃう、赤ちゃんになる、胎児。私なんか変な効果音言った、変だったなんか嘘、変でした。黒さん回復薬ありがとう。そうすぐ寝ちゃうんですよね。わかる、そう放置されたらもうパーって夢の世界行く。平行でも寝れるの？どうやって寝るんですか？そう、そう、喉が、そう合ってる。どうしてわかるんだ？私の中の人なのか？もしかして。こんばんは。みんな私の中の住人がコメントしてくれてる、みんな理解してくれてる、優しい、優しい世界。わかる。美容院でさ、シャンプーするときのあのタオル、タオルだったらいいんですよ。タオル、タオルとさティッシュのときあるじゃん。ティッシュではさ鼻息とかさ空調でフォンフォンフォンってなるときあるじゃないですか。でもタオルだとしても、タオルのなんか生乾き臭がすごいときないですか。だからどっちがいいんだろう、何がベストですか皆さん的に。
もうもはや手で自分でやっとくのがいい。何がいいんだろう。え、わかる、目が合いそうで怖いよね。あ、お札貼るのここに。いいね。ティッシュ飛んだ時ある、やばい。気まずい気まずい。何がいいんですかね。蒸しタオル。へえ、蒸しタオルいいよね。お好み焼き屋さんとか行った時にさ、あったかいあのおしぼり出てきたらすごいホッとします。あったかいおしぼりとさ、あの湯飲みに入った陶器のなんかさ、湯飲みに入ったあったかいお茶が出てきたら私はそれだけで嬉しくなっちゃう。ホッとする。好きなもの、それ。とする。あ、別にかけてないんですよ。あったかいお茶とのそのホットの部分にはかかってなくて、たまたまなんですけど、おしぼり。前にね、ラジオでね、おしぼりの会社の方にこうインタビューすることがあったんですけど、あの飲食店でタオルのさ、おしぼり出てくるじゃないですか。あれはあのそのおしぼり会社がこうやって提供して回収してみたいな感じでやってるらしいから、大事に使ってくださいって言ってました。おしぼりの方が言ってました。だから皆さん大事に使いましょう。借り物だね。なんで欲しい、全部欲しいだね、タオルもおしぼり。そうだからみんなあの変なとこなんかもうわわって吹く人いるじゃん、わわ顔とかやばい首みたいな、だから気をつけてください。あれタオルいけるの、あれいけてるじゃんタオル。あ、夕日の夕にしてる、もしかして夕オルにしてる、もしや。夕オル、うん、そう、たと夕方の夕。こうさん、こいらくまありがとう。こいらくまたおのれ。え、私さ、あのね、レノアあるじゃん、柔軟剤レノア。最初読めなかったんです、ちっちゃい頃。レノアがわかる、リアかと思ってたの、レノア。リアって思ってた。レノア、伝わる？なんかそういうあのデザインの文字かと思ってた。わかりますか？カタカナのとかひらがなのリ、そうレノがリに見える。ホテルも星なので郵便マークにしてる。賢いね、賢い。なんかギャル文字じゃんレノアって。ギャル文字であるじゃないですか、そういうの組み合わせるやつ。だからそういうやつかなって思ってたよ昔。星ワード、みんな星になるの？丸い
マルイはね、なんで学んだかな。マルイを初めて見たのは福岡のやつ。福岡にマルイがあって、それ見てマルイって覚えました。マルイ。でも読めないですよね。私も最初おいおいって思った。難易度高め。カラフルな星たちが流れていく。コナンで、そんな話があるの？ギャル文字？見たことあるかな？私もしかして。ギャル文字。確かにコメント欄、どうしよう、これからギャル文字だらけになっちゃった。ギャル文字いる。そう、沖さんはシチューさんだから、シチューさん。宇宙と書いて空、本気と書いてマジみたいなあるよね。本気と書いてマジ、なんかなんとかと書いて友情みたいな、なんかそういうのありましたよね。なんかさ、待ち受け、ガラケーのさ待ち受けみたいなやつでさ、わかる？伝わりますか？流行ってなかった？私が中学校ぐらいの時、私もお母さんのガラケーでそういうの見てたもん。コツレフでゴルフ。確かにゴルフ、本当だ、ゴルフだ。ほう、パセリ。尾崎セリカと書いてパセリ。そうだ、本当だ。なんか今ね、いちご一会って知ってますか？いちご一会、なんかポエムみたいなやつ知ってますか？そのいちご一会っていうのが、あの私の小中学校の時めちゃめちゃブームで、筆箱とか消しゴムとか全部メモ帳とかみんな持ってたんです、絶対。そのいちご一会のやつ、それがね今ねあるんよ。つい最近、数週間前とかにそのいちご一会のお菓子が出たんですよ、なんと。でこの前ね、愛子と沖さんとコンビニに行ったんですね、お仕事の合間に。あの時だ、あの舞台行く時、みじさんの舞台見に行く前に3人でコンビニ行った時にそれが置いてあって、でみんな同世代じゃないですか、沖さんも愛子も、懐かしいって言って、そのいちご一会のお菓子のコーナーではしゃいでた。そういちご一会っていう、なんかポエムみたいなやつのお菓子が出てたんですよ。いちご一会はなんか筆箱とかそういうあの筆記用具的なやつに、あのプロフィール帳とかが流行ってたんですけど、プロフィール帳とかの柄とか鉛筆のキャップとか、だいたいみんなそれ使ってるみたいなぐらいの。調べてみてください。なんかすごいね、深いような浅いようなポエムみたいな、なんかうちらの友情永遠みたいな、そんな感じのやつですね。なんかさこちゃんとかが言いそうな感じの。なんかチェーンメールとかについてきそうな画像みたいな、そんな感じの、そういう感じのやつね。あ、そう、ずっとも、そう、ずっともです。そう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 、
夜が明けると朝が来る。それ当たり前サーヤンのツイートに採用されそう。え、すでにありそうだ。あ、そう、グミとか、グミとか、そうそうそう、グミとか、なんかポテトみたいなお菓子が出てます、今。あ、そうだよ、愛媛のポエムじゃなくて、あの文章のポエムね。あ、そう、プリクラとかに書いちゃう系の。そう、その通りだよ。うちらの永遠、うちらの友情永遠とか書いて、卒業後に音信不通になるような感じの、そう、そういう系の。ゼリーもあんの？ね、ポテト美味しそうですよね。普通に美味しそうですよね。そう、永遠なんてものはないんですよ。グミ、ラムネ、ポテト、ゼリー。おー、異色のポテトだね。え、みんなさ、学生時代のさ、友達の連絡先持ってるんですか？持ってんの？いちご一会のお菓子はどの地域で開発され、え、わかんない、そんなわかんないです。この前コンビニで見かけたよっていうただのトークなので、わかんない、買ってない。定番塩味。おお、塩がやっぱいいですよ。持ってない？やっぱそうだよね、だよね。持ってはいるけど連絡しないし来ない。いや、ですよね、そういうもんですよね、やっぱそうだよ、その通りだ。あ、星集め来ました。いらっしゃいませ。ご注文は何にしますか？黒さんありがとう、新一さんコンペートありがとう。両手に収まる、だいぶ多いな。両足は大丈夫？足りてる？手で足りれる？足で飾らなくてもいい？まつげの束とかで飾らなくても大丈夫？今でも会う、じゃあその今で会う友達にぜひその一期一会のずっとものグッズをプレゼントしてください。全く知らない。でも私も全然なんですよね。なんかさ、私はちょうど LINE とかがガラケーからスマホになるとか、 LINE がこう普及し始めたぐらいだったから、ない、マジでない。だってさ、え、 LINE とかもさ消すじゃないですか、人ってよく。だからほんとない。え、悲しくなるな。メンバーのさ連絡先 LINE しか知らないけど、どうしよう。ちょっと電話番号でも聞いとこう。でも今は LINE が消えたとしても PayPay で PayPay でやり取りできるから、 PayPay のメッセージで便利だわ。 PayPay、 マコベさんハットありがとう。私はミクシーの時代じゃない、全然違う、ミクシーより後の時代かも。ポケベルの世代でもない。ポケベルじゃないよ。前になんか教えてもらったけどね、みんなにショールームでなんか教えてもらったんですよね、ポケベルの暗号みたいな。ちょっと忘れちゃいました。使わなかったら忘れちゃった。
そうペーペーでメッセージさ送れるじゃないですか。うん。フェイスブックってあれどういうシステムなんですか？フェイスブック。ミクシー1年目。ミクシー。じゃあみんなミクシー世代？4649よろしく。084おはよう。何難しい。愛してるのサインなの？メアドも知らないです。だってみんなメールしなくない？メール STU のメールぐらいですね。だから STU のプライベートメールのメンバーが卒業してプライベートメール来なくなったらもうダメもうメールダメだ。インスタ、インスタはさ、あれはさ、どうやってみんなつながっていくの？友達のフォロー欄とかは漁るの？うん、LINE ですね、今。だって LINE でテレビ電話もできるし、そう、私昨日テレビ電話したんですよ。ショールーム終わって、ほいーって、キョムキョムタイムを過ごしてたら、LINE が来て、今、ショールームしてるんだけど、なんとかこんとか、みたいな。コラボ配信しなかったね、みたいな、来たんですよ、LINE が。あ、ショールームしてるんか、見てみるか、と思って、見に行ったんです。で、こんばんはのノリで、好き女ってコメントしたら、テレビ電話かかってきて、そう、女の顔をしてるって言われました。普通に会話してたら女の顔してるから晒された。どういうことか分かんないけど、うん、ファンの皆さんに見せるねって言って、なんか見せられて、若いね。あ、そう、配信終わった後もテレビ電話したんですけど、私がお風呂入ろうかなと思ってお風呂の暖房つけたんですよ。下かかってきたからずっとお風呂の服着たままずっとお風呂の、浴室にいて、そしたら充電切れちゃって、切れた。そう、晒されたんですよ。そう、そこで婚約した。91歳になったら結婚することになりました。重婚ですね。確かにカカオトーク、確かに聞いたことある、カカオトーク。それスマホがちょうど始まったぐらいの時かな。35分も話したの私。恐ろしい、恐ろしいね。そう、ずっと私結構ね、そう、お風呂場で過ごすんですよ。お風呂場で生きてる。お風呂場が玄関にいるんですけど、常に玄関は寒いけどお風呂場は暖かくてとてもおすすめです。ずっとね、なんかお風呂入らなきゃなーと思って、よし行くかと思って行くんだけど、一旦ちょっと休憩してスマホ触ろうと思って、普通に服着たまま浴室入って座り込んで、ずっとスマホピョピョってしてメンバーと LINE して、あ、やばい2時間経ったとか全然あります。本当に本当に何もすることがない時よ。覚えることとかがない時とかはそういうのあります。でも最近は割と減ってます。それも最近はね、配信終わったら速攻お風呂入ってるから、もう布団に、配信が早く終わった日は22時とか23時とかにはもう布団に入れるぐらい、最近めちゃめちゃ行動がテキパキしてますね。寿命、寿命伸びたの？寿命
平均寿命ってこと？そう、最近はあのなんかすごい毎日睡魔に襲われてるので眠いから早くお風呂入っちゃおうと思ってテキパキできて、でも前はもう面倒と思ってお風呂ドライヤー嫌だなと思ってダラ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 って一旦ここでバイバーイって言った後ピッて切って一旦ここで虚無タイムなんですよ。で1時間ぐらい経って洗面所行ってまた虚無タイムしてって感じです。さとこさん、ひしもちありがとう。ひしもち食べたことがないけどどんな味なんだろうか。今日はまだ家に着いていません。どこにいるの？迷子？帰れる？ね。そう。キャムタイム、そう、長めなんだよね。あ、みんなもキャムタイムしてるんですか？私はだいぶキャムタイムするよ。なんか例えば昨日みたいなああいう手錠で昨日脅したじゃんみんなのこと、コスプレ配信とかそういう系の配信した後とかそういう時は虚無タイムが長めだから、昨日はちょっと長かったですね。虚無が、虚無タイム中にテレビ電話切ったから助かった。パシコしか勝たん、イエーイ。クワドリさん、ひしもちありがとう。キョムキョムプリ、うん、なんででしょうね。あーって、このずっと一点を見つめてます。こうやって、でも森には帰りません。森には帰、森に帰るまではないけど、さやかりみたいにそこまでもうまばたきしないとかでもないけど、なんかボケーってしてツイッターでパセリあのね見て、パセリメール見て、あ、みんなおやすみなさいって言ってる、あーみんな寝ちゃうと思って見て、世界は回っているんだなと思って見てますよ。こんばんは。何なんでしょうね。ああ、わかる。ライブ終わりとかもなります。ライブ終わりはだからお風呂に入るのがめちゃくちゃ遅くなる。楽しかったなーって余韻に浸ってたら気づいたら 2,3 時間経ってたりとかするんですよね。でもライブの次の日とかに何か次の別のお仕事とかで朝の集合早いとかあるじゃないですか。あとツアーとかの時はもう朝早くに集合して飛行機とか新幹線とかあるみたいな時とかはもう余韻に浸る間もなくお風呂、あと同部屋、メンバーと同部屋の時とかはお風呂に早く入らないとさ人に迷惑かけちゃうから余韻間もなくもうフィ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 寝るって感じです。あー、お話し会ね。お話し会とか YouTube とかさ、画面に映る自分を見た時に虚無になりそう。私 YouTube でよくなるんですけど、 YouTube とかでさ画面が切り替わる時に暗くなったりしたら、あ、真顔のすっぴんのさ自分が映るんです。はあ、現実だなと思って、飛行機はね、あの沖縄行った時とか仙台の時は飛行機だった。仙台の行きは横浜から行ったから普通に地べたじゃなくて地上を通って行ったけど、帰りは空から帰ってきた。地べた
地べたは違った。ああおもろいコメント。みんな YouTube ね、知らない人が映るよね画面に。あれ誰だろうこれ、あるよね。靴を履いて乗ったよ、ちゃんと。靴脱いでないよ。尾崎シェリカ乗ります、言ってません、安心してね。尾崎シェリカ長崎県出身です、仙台までよろしくお願いいたしますって言って、乗ってないからちゃんと静かにこうやってとぼとぼとぼって乗った。黒さん風船コリラックもありがとう、安心してくださいね。私は離陸と着陸が怖いので頑張って寝ます。あのね、秋にね沖縄行った時は横があの沖縄出身のあのマネージャーさんだったからめっちゃ笑ってきたんですよ、怖いのみたいな言ってきて。なんかからかってきたんですよ、あのこの前ショーでも出てくれた方、ね、元気かな元気かな。あのショールームに出てくれたチェキ会の日以来会ってないですね。元気でしょうか。沖縄出身マネね、そう寂しいですね、出会いと別れ。お姉ちゃんみたいだった、ね、はい、ご飯行きましょうねって言って一回も言ってない。あの自分の担当になる前からあの行きましょうとか言ってたのに、で自分の担当マネージャーになって、行きましょうねとか言ったのに結局行かないまま、一回も行かないままお別れしましたね。ご飯行こう行こう詐欺で終わっちゃった。え、飛行機怖いですよね。お、新春セットの発送通知が来た。お、ついに来たのか。じゃあ私の実家にも2セット届きますね。お母さんに言っとこう。私が買ったから多分私のメールに届いてる発送通知が届くよって連絡しなきゃ。飛行機、え、飛行機めっちゃ揺れとった。沖縄この前の1月の沖縄の時めっちゃ天気悪くて夜だったのもあってめっちゃ揺れてた気がする。めちゃめちゃ酔っちゃった。1万回に1回落ちるの？はー、落ちるんですか？え、ジェットコースターは？ジェットコースターの止まる確率は？結構もっと低そう、確率的に。私無理だよ、ジェットコースター止まったら、え、もう気絶しちゃうかもしんない。恐ろしい。タインズさん、ラブレターありがとう。無理無理、ジェットコースター。新幹線より飛行機派。STU 入ったらね、新幹線よ、ずっと 99%。
10年間で27件、結構だね。え、10年間で27件、結構だね。ほう、やっぱ地べたがいいね。ジェットコースターのてっぺんで止まって歩いた。えっ、歩いて降りたんですか？どうやって降りるの？それで動き出したらどうするの？引かれるじゃん。やっぱ無理だよ。はあ、私ユニバ行きたいんです。今スパイファミリーの始まって、ユニバでめっちゃ流れてくるんですよ、 CM が。アーニャがね、スパイしようみたいに言ってくるの、私に対して呼びかけてくるんですよ、来いって。今すぐユニバに来いって呼びかけてくるんです。だから行かなきゃいけないんです。私は行かなきゃっていう使命があるんだけど、さあちょっと高所恐怖症だから、この前初めてユニバ行った時も頑張って乗ったんですよね。そう、広島ね、空港が、そうだね、リムジンバスだね。確かに心読まれる、やば。確かに良かった、身近にアーニャいなくて。アーナはおるけど、夜さん、夜さん好きで、みんななんかめっちゃ言われる、夜さん知ってほしいって。戦略にもろはまり、そうなの、私ってちょろい。ユニバの CM、 あ、もう無理。え、わかるよ、わかる、なーにゃみたいなあるでしょ、最後になるよね。あーにゃ、明太子じゃなくてさーの推し麺じゃなくて。わーさん、お疲れ、午後ありがとう。あ、確かに新幹線も、そっか、そうだね、止まったりするのか。ボンド、犬、心優しい犬、超能力の犬。どうしよう、私身近にさ心読める人もしかしたらいるかもしれないですよね、私が気づいてないだけでさ。どうしよう、心読まれてるの、もしかして。あー、弁当もう一個食べたいなとか、バレてるってこと。ジュナラゴさん、ハートありがとう。怖っ、怖っ、はあ、恐ろしい。口座番号、この暗証番号だったよなとか。それ思ったりして、なんてねって心でつぶやくことある。そんな、そんな回避方法があったんですか。あやぱんが優しいのはファセリの心読んでるから。あー、私がどうしたら喜ぶか分かってるってこと。ファンの皆さんの心が読めたら、辛いかもしれん。あ、ファセリのレーンに並んでるけど、横のひなさんレーン釣られちゃいそう、好きなそうとか聞こえたら、もうへっへーってなる。なんとかさん釣られてるじゃんってなるよ。今アイス食べたいと思ってる、よくわかったね。こんばんは。そう、好きなそうって聞こえて、今パセリの連歌聞こえたよこの声はってなるよ。ウレピー、スキピー、大好きピーだと、ん、こんばんは。やだね、心の声聞こえるの疲れそうだ。
精神的に。あ、空耳、空耳。なんか一時期さ、空耳の動画流行りませんでした？ YouTube とかのおすすめでよく出てきてた。韓国のアイドルの方の MV の空耳動画みたいな、よく流れてきてたな一時期。最近見ない。空耳ショラハ。山崎さん、ひしもち4つありがとう。4、ご褒美ロケ広島、広島だったの？どこ行くの？連れてってくださいよ。そしたら広島なら連れてってくださいよ。私も行きたいな。どこ行くんだろう。え、行きたい。道の駅とかだったら行きたい。アイス食べる？連れてってください。 STU チャンネルさんへ連れてってください。広島なら PR 舞台メンバーみんな連れてってください。あ、勝手に行けばいいか。確かに勝手に行っちゃおう。行きたい。北海道、東京、静岡、京都で広島？わあ。メンバーの反応気になる。え、京都も行ってみたいんですよ。京都ってさ、あの皆さん的に京都に行くなら、あの日帰りよりも泊まりの方がいいですか？どう？みんな的に京都泊まり派？どうなの？ほう、泊まりに決まり。行きたい。ずっと言ってるんですよ、去年から。泊まりおすすめ。え、みんな京都行ったことあると思う？もしかして京都に行ったことある人間がこんなにたくさん。夜景、いいね夜景。大阪も行きたいんですよ。奈良も行きたい。そう、行きたいんです。なんか今食べてる、私髪の毛、髪の毛食べてる。そっか、移動があるから。そうだよね。修学旅行で、遠足で、ヨドバシカメラ行って帰りました。え？ヨドバシカメラがすごくレアとかじゃなくて、もうすっごい金色のヨドバシカメラみたいなじゃなくて。ジョナラゴさん、ハットありがとう。10回くらい行った。おー、古いオムヤを改装したところに泊まるのがおすすめ。ほー、いいですね。あえて滋賀に泊まります。ほう、どうしてどうして。遠足、遠足関西勢とか遠足で行くの？清水寺。行きたい。あ、人が多すぎる。そうか。え、どの時期が少ないんですか？でも逆にさ、少ない時期狙っていったらみんな狙ってきて被るかな。年中多そう。科捜研のロケ地巡り、え、したい。でも私ね、ソラハさんと約束してるんですよ、京都行こうって。絶対興味ないじゃん、ソラハさん。ソラハさん恋愛ドラマしか見ないらしい。映画も恋愛ものしか興味ないって言われて。なんかありますか、最近おすすめの映画。
ソルハさんが好きそうな映画行こうってなっても、なんか最近は恋愛系がないと言ってました。桜とも紅葉時期、あーじゃあもう春は厳しいか。平日をありがたい、いいですね。不定休だから。京都駅は毎日祭りみたいにわっしょいしてんの。夏、そっか夏いいね。暑いから少ない。でも着物とかは着れないか。コナン、コナン。ソルハさんの推し面は平次。あ、天下一品、そう京都だ。ほういいねでも天下一品行くのか京都へ。ボーンズ&オール、なんだそれは。どういうあらすじですか。悲しくなっちゃう。なんかソルハさんはあの失恋ソングとかを聞いて涙を流して寝るらしいんですよ、眠れない時。だから悲しい恋愛映画見たら眠くなっちゃうかもしれない。よくねご飯行ったところでもね、眠いって言い出すの、ご飯食べた直後に、あもう眠いから帰れないって言うんです。でこの前も普通にパルコで買い物したら眠たいって言い出したんです。ほんと赤ん坊なんですよ。だからさ、映画見ても眠くなったらちょっと寂しいから、泣かない系で。そう、かわいいよね。私が子守歌歌ってあげましょうかって言ったら断ってくるんですよ。帰り道も泣くほど信じられない悲しい恋愛映画。ひゃー、そりゃもう寝ちゃうじゃん。そうそうそう、悲しくて泣きすぎて怒ってそう、寝ちゃう。なんでじゃあ京都じゃない方がいいですか旅行。穴場、みんな三重とかと、三重、大阪は迷子になりそうなんですよね。なんて読むの、なんて読むの、こんな名前なのに。なんとかくんが甘すぎる。なんだその映画は。いつからやるの。金沢、おお。伊勢神宮行ったことない。奈良、奈良もない、滋賀もない、熱海もないよ。デレデレ眠眠女。今私は眠眠女。いいですね、海辺いいですね。でもまずは愛媛って言って、愛媛達成したら香川みんなめっちゃ行ったことあるじゃん、いろいろ。愛媛の道後温泉行こうねって。どうごどうご。そう、四国大分ね。大分も行きたい。大分のあのフローラルビレッジ、この前ショールームで話したやつ行きたいですね。そう、愛媛で鯛めし食べたいんですよ。で道後温泉、え、改装中なの、改修中いつあるの。じゃあうどん食べに行くか香川に。四国水族館の
四国水族館も行きたいんですけど、景色優先と料金優先ととかだったらもう全て込み込みで考えたら、みんなのベストオブ広島からの動線はどうですか、何ですか、全て込みで考えた。ザズハートさん、コンペイトありがとう。四国水道かこんばんは。行ったことある？バス、バス、ロケバスそれロケで行こうとしてるやん。そう、岩国も行きたいんです。錦帯橋アイスいっぱいある、あそこ。バス、ヒッチハイク出た、ヒッチハイク。おお、車やっぱ大事か。はあ、大変だ。じゃあ老後に行こうかな。出雲大社、出雲大社行ってみたい。いつが神奈月ですか？まだ何月だっけ神奈月って。 8? 何月？10?10か10だった。10か8で迷ったんですよ。でも8かなと思って言ったら外れた、勘が外れました。10だった。チャリ、ねえ、ロケ、そう、私全然ロケ要員じゃないの。ロケも行きたいんだよ。マリンライナー、え、そう、マリンライナーも乗ってみたいんですよ。なんかあかりんさんとかさ、アーナとかがよくマリンライナーのツイッターとか載せてるじゃないですか。そう、ラスベガスえ、パスポートない。星星さん、ハートありがとう。じゃあ10月に行ったらいいの、出雲大社。ロケね。宇宙から、え、高所恐怖症だって。そう、なんかこの前もね、美穂とかリコちゃんとかソラハさんとかロケに行ってて、今も一緒だよって言ってテレビ電話したんですよ。いつだっけな、私が東京に、東京で PR 舞台でピザパーティーした日あったじゃないですか。あの時なんかロケ中ですって言ってテレビ電話したんですよ、空き時間同士で。いいな、インド。え、あれなんだっけ、前にさ、みちゅさんとか、みちゅさんだっけ、まゆきゅさんだっけ、誰か先輩が言ってたじゃないですか、行ってきますかなんかで。あそこはなんだ、タイ。でザーズハートさん、ラブレターありがとう。オリジナルタワーも怖かった、10月10日から17日まで。おお、じゃあその日を狙う。でめちゃめちゃ多いってことか、その日は。インドネシア？なんか行ってましたよね、ロケ。え、
海外に行った方が安いんですか？日本とかで北海道とか行くよりも。どうなんだ。長崎とかは、長崎とか佐賀は多分日本で北海道とか行くより韓国とかに行った方が近いから安い気がする。距離的にも近い。どうなんだろう。広島はどうなの？今はそうでもないの？なんでも円安じゃん。はあ。じゃあ分かった。私これからなんかさ、急になんか海外の話とかされて、やばい分かんないと思ったら、円安だからねって言ったら、もう何でも通る？それで。あ、この人分かってると思われますか？じゃあ私もこれから全部挨拶それにしようかな。まあ円安だからね。賢く見えるかな。円安ね。何にもさ全然そういう分かってなくても、それで「ほわー、そっか、どこも大変なのか」この人何でも円安って言うと思われてそう。間違いない。行ってみたい国は、台湾。アイスが美味しそう。なんかなんかかき氷とか、なんか台湾って感じ。あとは韓国屋台。カントリーマームもなの？ノーピに、ノーピに聞かれたらどうしよう。ノーピに、パセリさん教えてください、もうちょっと大人になったら教えてあげるねって言ったらいいんじゃないでしょうか。解決解決。あ、トルコいいですね。台湾台湾って言ってる。え、台湾って餃子有名なんですか？屋台なら福岡も確かに。ラーミョン、リンコ連れて福岡行こうかな。ラーミョン、千代さんとリンコと福岡旅し、ラーミョン、ラーミョン。え、千穂さんはさ、 HKT さんの出張声も出てなかったからさ、もし千穂さんとかおったらあれじゃん、絶対ラーミョンの屋台行ってたじゃん。また行きたい出張公演。お、パセリ食べました。えらい。台湾ラーメンは台湾発祥じゃないらしい。嘘。どこ？名古屋？小籠包。博多。私福岡でラーモンラーメン食べたのはね、いつだろう最後。10年前とか。あのパーキングエリアで豚骨ラーメン、お母さんと握手会帰りに食べた。夜中の11時とかに食べてたかな。金龍とかなんかそういうパーキングエリアのフードコートみたいなところで食べたのと、あと久留米、小学校の時に久留米の大砲ラーメン食べたかな。お星様します。コント、お星様どうぞ。ん、お星様してくれるんですか。お湯機会かなね。クレにも、クレ行きたいと言ってるんですよ今ずっと。クレ、そう、あそこも行きたい、ここも行きたいって言って、昨日は宮島に行けたんですけど、次はクレだ。岡島さん、コンペイトー10個ありがとう。
星様、ショートコント星、ラーメヨンかわいい、ラーメヨン、ラーメヨン、ラーメヨンのさらにネイティブなラーメヨン。人の誤字はめちゃめちゃいじる。私も昨日誤字ったのにね、メール。ひゃー、そうだよね、広島に住んでるとね、観光地わかるよ。私も長崎いたけど観光地とかはなかなか行かなかった。人がめちゃめちゃ多かったよ、宮島超多かった、行列だった、どの店も。前にね、サヤンとアイコと行った時があったんですよ、宮島。その時も全然いなかったんですよ、人が。で、パンちゃんと行った時も全然人いなかったんですよ。で、昨日お母さんと行ったら超人多くてすごかったよ、わー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 。フェリーもすっごい人で、行列でした、フェリー乗り場が。だから時間に余裕持って出てて正解だった、びっくり。え、だってね、鹿が前パンちゃんといた時は鹿がね普通に歩いとったんよ。でも人が多すぎて鹿が追いやられてた、道の端に。気の毒だ。そうだよ、昨日はね日曜日だったのもあって、あと鳥居がね完成したからね、全部が重なって、鳥居の完成と日曜日と、あと今2月が、この宮島がある廿日市市がさ、ペイペイの 25% 還元してるからさ、みんな多分行くんです。いろんなのが合わさって多かった、すごかった。良平さんお断りです。平日どうかな、今度行ってみて確認してくる。そう、いろんな要素が合わさって、そうなの。ペイペイ、まあ円安だからね語尾口癖円安だからね。 25% はね大きいよね。だからさ、お母さんがね、駅でお土産買うよりこっちで買った方がいいじゃんって言って見とったけど、あの結局駅で買ってました結局ね、あの宮島の方でも買って駅でも買ってた、意味なかった。なんかご近所さんに、近所の人からよく魚釣りの魚を分けてもらうんだよねみたいな、なんかそのお礼を買わなきゃとか。なんか妹の同級生がよくバーベキューをしてて、そこに妹がよく行くからそのお礼も買わなきゃとかって、いろいろめちゃめちゃ大荷物買ってた。そしたらソラハさんにあげる予定だったあの愛知県のお土産を渡さずに、それも持って帰っちゃったんですよ、長崎までね。せっかく買ってきてくれたけどあげれなかった。新一さん交番ありがとう。揚げもみじはクリームしか食べたことない。昨日はねパイもみじってやつを食べたんですけど、中にもみじまんじゅうが入ってて周りがパイなので、ね焼きたてだったんですよ。熱々でめっちゃ美味しかった。クリームにしました。チョコとクリームとあんこがあったんですけど、クリームにした。美味しかった。しかもそこのお店はあの温かいお茶が無料でもらえるんです。だからおすすめです。イートインもできる、おすすめ。揚げもみじこの前サラちゃんとリンゴが食べてたね。チョココーティングのもみじまんじゅう、それ気になってるんですよずっと。でも絶対ハマって食べ過ぎちゃうと思って我慢してんの、いつも。ダメだパセリ、これを買ったらもう毎晩食べちゃう。めっちゃ美味しい。大根屋っていうとこだった。パイもみじ、うん、10時じゃん。嘘、あれ、うん、やっと喉が慣れてきたのにさ、
早っ。ここからだよ。あっという間だ。ソイハちゃん帰ってきてる？嘘。私に一番に会いに来てくれてないんですか？はあ。宮島。ねえねえ。宮島でさ、あのスーパーのガンスじゃなくて宮島で食べるガンスがもうめちゃめちゃにサクサクで美味しかったです。超美味しかった。ソラハちゃん帰ってきました。やったー。星集めに来ました。どうぞあげます。あげちゃいます。いっぱい、数に限りがあって申し訳ないですが、どうぞ。サクサクだった。うまうま、美味しかったです。おすすめです。ガンス。あとね、なんか新しく宮島に宮島横丁ってやつができたんですよ。で、持ち運べるお好み焼きみたいなやつがあって、ネットで見たのよ、それを。で、これ食べたいなと思っとって行ったんだけど、お母さんが食べてて、あのちょっともらったんですけど、そのお好み焼きを揚げてるのね、その生地を。だから周りがめちゃめちゃサクサクで、その生地自体にも味がついとって、で上になんかちっちゃい目玉焼きが乗ってるんですよ、うずらみたいな。食べ方が難しそうだった。ちょっとお母さんめっちゃ頑張って食べてた、こぼさないように。黄身がとろける系の目玉焼きが乗ってて、それが500円で、牡蠣が乗ってたら700円でした。また紹介します。写真を、お母さんの食べたやつの写真も撮りました。うん、周りがサクサク、あのお好み焼き麺も入ってるよ。そばだった、そば。そばだった。選べなかったですよ、それは。うどんかそばか。おそばでしたね。ぜひ食べてみてください。そこになんか団子とかも売ってたけど、行ってみてください。ね、6周年があるからね、それより前にいろいろ宮島のツイートとかしといた方がみんな参考になると思うし、ぼちぼち上げてきます。今日はポキパセの画像を載せました。パセリ牡蠣食べれる人、この前牡蠣食べ放題に行ったの、美穂と、美穂のママとソルハさんと。美味しかった。みんな当たりますように。花だれと6周年とリクアワと当たってパセリコールしてください。パセリ推しばっかり外れて、パセリの時だけコールなかった悲しいけど、みんな当たってね。ね、もうすぐですね、6周年。この前5周年したのにね。早いね。あっという間だ。当たれー。ラジオ楽しみにしといて。3月3日放送です。今週だ。今週の金曜日放送ですね。牡蠣に当たりますように、最悪。みんなが当たりますように。最悪、もう魔女やん。悪い女や。みんなが牡蠣に当たったら大変じゃん。もうそんなダメだよ、みんな帰れなくなっちゃうね、新幹線。パちゃんの権限当ててよ。パちゃん権限ないよ。権限底辺なんよな。ごめん。頑張るわ。牡蠣。牡蠣当たったことありますよ。私高校の時にお母さんとね、牡蠣小屋行って当たった。
それで痩せました。それが初めてのダイエットでした。そこから始まった私のダイエット人生は、痩せたからこれをキープしなきゃと思って過度な食事制限がそこで始まりました。人生で今までダイエットっていうものを知らなかったのに、はあ。広島空港にカキが美味しいお店があります。気になる。空港行かんもんな。カキ、カキは佐賀も有名なんですよね。じゃあ次のスペイベはカキ小屋でお願いします。カキはね、カキポン酢が美味しかった。この前カキ料理屋さんに行って食べ放題があったんですけど、カキフライもサクサクで美味しかったし、カキのなんかいろいろあったんですよ。いろんなカキ料理が出てきたけど、その中でもカキポン酢が美味しかった。ちょっと紹介するねずっとねカメラフォルダに溜まってってるの。あ、福岡有名よね。 HKT さんロケで行ったよね、お出かけで。カキカキカキ紹介しますね。カキ、生じゃないと思う。火は通ってた。カキ、カキのフライとカキのポン、カキポン酢とカキの根菜とカキのなんとかみたいなやつと、あとカキの鍋と、鍋も食べ放題だったんですよ。鍋とあとはね、グラタン、カキグラタン、あの貝殻の上にカキが乗ってて、その上にチーズがかかってるみたいな。カキグラタン、チーズじゃない、なんかシチュー系の、あのクリームソース乗ってました。あとは何があったかな、なんかいろいろあった。あ、おひたしとか、おひたし、揚げびたし、カキの揚げびたしとか、あとカキとエビの天ぷらの、なんだあれは、なんか美味しいやつあった。おすすめです。じゃあ終わりますか。2時間も話しちゃったけど、うん、終わろう。あ、カキ嫌いな人もいる。カキ嫌いな人はでも安心して、ミホリも言ったから。ミホも食べてたよ、カキ。ミホカキ食べられない人だけど、ガンスがありましたカキ以外の料理もあったよ。クロさんありがとう、スタンプありがとう、見てくれてありがとうございました。最後まで目ん玉は眠かったけど、今日も楽しかったです。おお、ほんとだ、今日も1万。おお、すごい。ありがとう、皆さん見てくださって。じゃあまた明日、2月最終日で、2月あんまり頑張れなかった人も明日頑張れば大丈夫。終わりよければ全てよしだよ。今月はあんまり起きれなかったなって人も、明日早起きしたら大丈夫。明日も頑張って生きようね。ありがとう皆さん、優しい世界だった今日も。うん、全部チャラになる。だからお酒飲みすぎたな今月と思ったら我慢してください。明日は禁酒ね。私はアイス食べすぎたなと思ってないから、ちゃんと食べますよアイス。最後まであの諦めない心で食べとくけど、お酒とかは禁酒してください。よろしく。夜更かしもね、ほどほどにしましょう。じゃあ壇上行きます。壇上行くよ、いいですか。せーの、
13位ジュナラゴさん、12位サンちゃんだよ、11位スプマンテさん、10位ジンライさん、9位アッチョさん、8位クロさん、7位ワワウさん、6位カメさん、5位コカジアさん、4位トニさん、3位山崎さん、2位フクちゃん、1位ユータくん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆様1万83人の皆さん、ありがとうございました。また明日も頑張りましょう。元気でね。また明日。バイバーイ。おやすみなさーい。